ハッピーサイエンスユニバーシティは宗教法人幸福の科学が設置した日本の私塾である。口述のように学校法人幸福の科学学園が設置を目指した4年生、大学、幸福の科学大学が不認可になったために私塾として開校した。大学卒業の学位の授与ができない無認可校であり、卒業してもいわゆる大卒扱いにはならない。略称は HSU。 学校法人幸福の科学学園並びに、その母体である幸福の科学は、大学教育への進出を目的とし、幸福の科学大学設立の認可を、文部科学省直轄の大学設置、学校法人審議会に2014年4月、申請した。しかし文部科学省は、科学的根拠合理性があり、できていない。 大川隆法の霊言集は、学問の要件を満たしているとは認められないため、学校教育法第83条第1項に反していること、大学設置基準第19条第1項の体系的に教育課程を編成する、及び道場第2項の各要件を満たしているものとは認められないとし、大学設置が不可とされた、これに対し幸福の科学学園は、異議申し立てを行ったが、 文部科学省より却下された。幸福の科学側は引き続き文科省に講義を行うとともに幸福の科学大学を私塾として開設し、名称をハッピーサイエンスユニバーシティとした。入学定員240名のところ260名の入学者を集めた。2015年4月9日に入学式を行い、開校した。大学としての認可審査の過程で、 科学的合理性が立証されていない、大川流法の霊言などを教育の根底に据えていることや、審議会委員に大川の著作が送られたこと、学校法人幸福の科学学園幹部から、文科省職員に対して脅迫めいた言動があったことを不正行為と判断し、2019年10月31日まで、大学としての設置は認可されないこととなっている。 2019年に再度大学改革の申請を行い、同年11月13日、大学設置、学校法人審議会に諮問されることとなった。しかし2020年7月31日に、幸福の科学学園側から、本学が目指す、教育の実現が難しくなるとして、申請を取り下げた。幸福の探求と新聞名の創造、大川隆法人文科学系。 社会科学系、自然科学系の4学部で4年生大学と同様に4年間で124単以上を履修する。創立者の精神を学ぶ科目が設けられている。新入生は定員480人の学生寮に全員入寮し、2年生より外部からの通学も認める。2022年度募集人数を平気分系学部理系学部開校してから、 高等宗教研究機関を標榜している。学校の公式サイト内では一貫してこの表現を用いており、一般的な大学の授業料は高等宗教研究授業料と記載されている。ありがとうございます。